名城ダービーとは、日本プロサッカーリーグに加盟する名古屋グランパスと FC 岐阜との対戦をダービーマッチとして扱うための呼称である。ただし特定の呼称は定着しておらず、濃尾ダービー、東海ダービー、木曽川ダービーなどとも呼称される。2008年に FC 岐阜が J2 に昇格し、プレシーズンマッチとして対戦した際、一部ファンサポーターが隣県クラブ同士の対戦を他の地域間の対戦同様にダービーとして呼んだことが発端である。過去公式戦でダービーとして実施されたのは天皇杯全日本サッカー選手権大会のみであることクラブやマスコミ等が公式にダービーとして扱ったことはないなどを理由に濃尾ダービー、東海ダービー、木曽川ダービー等いろいろな呼び方が存在しているものの多数のファンサポーターはただの対戦と呼んでいるのが実情であった。しかし、2016年に名古屋が J2 に降格し、岐阜が J2 に残留したため、2017年に初めて J リーグ公式戦でのダービーマッチが実現する運びとなった。そのため、クラブ側は公式名称を名城ダービー木曽川の合戦からとし、ロゴも設置した。J リーグ天皇杯通じて公式戦初開催になる。長良川競技場で行われた名城ダービー第2戦は、前売りの段階でチケットが完売。当日の観客動員数もクラブ史上最高の観客動員数を更新するなど大盛況となった。公式戦での対戦のみ。ありがとうございます。